リカンフットボール協会主催令和元年9月28日鶴見緑地球技場にて 2019X リーグディビジョン3ウエストクラブベアーズ対ショーエイブレザーズの一戦が16時20分キックオフでなっております。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーオレンジのユニフォームがクラブベアーズ、奥側ホワイトのユニフォームがショーエイブレザーズです。クラブベアーズキックオフ、ショーエイリターンで試合が始まります。クラブベアーズのキックオフ、ホワイトのユニフォームショーエイブレザーズのレシーブで試合開始されます。なお本日のゲージは1クォーター10分の最終ゲージで行われます。プレーナンバー1の3、ショーエイ、セカンドダウン残り1ヤード、ボールオン自陣25ヤード。パス成功。タッチアウト。ショーエイブレザーズタッチアウト。クォーターバックプレイアクションからロングパス、クォーターバック10番、そのパスを取ったのがワイドレシーバー81番、そのままエンドゾーンに駆け込みタッチダウン。森友雄一選手のロングパスが成功、翔英6点獲得。パス成功。タッチアウト。クォーターバック10番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、1番これをキャッチアンドラン、ハイタックルかいくぐりエンドゾーン飛び込みタッチアウト。ワイドレシーバー1番キャプテン石倉慎也選手へのパスが翔英6点獲得。クラブベアーズリターン、ナイスリターン。パス成功。クラブベアーズファーストダウン。クラブベアーズタッチダウン。ランニングバック19番ハイフォーメーションのテールバックから中央突破、右オフタックルを駆け上がりエンドゾーン飛び込みタッチダウン。クラブベアーズ6点獲得。ショーエイファーストダウン。パス成功、タッチアウト。クォーターバック10番ワイドレシーバー81番へのロングパス、このパスを81番がキャッチしエンドゾーン飛び込みタッチアウト。ショーエイブレザーズ6点獲得。インターセプト。QB サーク。インターセプト。
インターセプト翔英、ここでパスプレーを展開しましたが、このパスを取ったのはベアーズ1番、攻守交代です。ターンオーバー、パス成功、タッチダウン。クォーターバック8番、右サイドライン際を走るワイドレシーバー2番にパス、このパスを取った2番、相手タックルかいくぐり、そのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。クラブベアーズ6点獲得。パス成功、トリックプレー、テールバックに入った4番がスイープフェイクでパス、このパスを82番がキャッチし、ファーストダウン。パス成功、クォーターバック8番、ワイドレシーバー2番にパスを通し、2番そこから外へ出ました。試合時間前半残り3秒残っております。クラブベアーズファーストダウン。パス成功、タッチダウン。クォーターバック8番、右へのネイキッド、そしてタイトエンドでパスを通し、タイトエンドがエンドゾーンに飛び込み、タッチダウン。クラウベアーズ6点獲得。パス成功、ベアーズファーストダウン。インタース、ショーエーファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。ベアーズナイスディフェンス。キュービーサーク、パンター82番、このボール翔英81番ファンブル、ファンブルしたボールを抑えたのはベアーズ1番、したがってベアーズの攻撃権となります。ベアーズファーストダウン。クラブベアーズファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。クラブベアーズファーストダウン。クラブベアーズファーストダウン。タッチダウン。テールバック19番、ハンドオフから中央へのダイブプレー、相手ラインを飛び越えてエンドゾーン、タッチダウン。クラブベアーズ6点獲得です。パス成功、パス成功、ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。パス成功、プレーナンバー4の30、翔英、フォースダウン、残り2ヤード。
スは成功。パス成功、ファーストダウン。ここでホイッスル。タッチダウンです。クォーターバック10番 QB スニークでタッチダウン。オンサイド成功。翔英自らがボールを確保するオンサイドキックに勝負をかけ、このオンサイド1番が確保、したがって攻撃権翔英、差は2点。インターセプト。クォーターバック10番右サイドライン側のパスを投じましたが、これを取ったのはベアーズ26番、攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー4-42、クラブベアーズファーストダウン10、ボールオン自陣32ヤード。クォーターバック4番ボールをファンブルしましたが自ら触れております。ランプレーとなりますので時計回り続けます。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、クラブベアーズ27点、翔英ブレイザーズ25点でクラブベアーズの勝利となりました。